アンドレアス・ウーゴ・ホルゲワウム・ペレイラは、ベルギー出身のブラジル人、サッカー選手。CR フラメンゴ所属。ポジションは MF。ブラジル人のサッカー選手であったマルコス・ペレーラの息子であり、父が、ベルギーのクラブでプレーをしていた当時、デュヘルで生を受けた。父がプレーしていたクラブにほど近いロメル・ユナイテッドで、サッカー選手としてのキャリアをスタートし、9歳で PS、PSV。 アイント方ンに加入するまで、そこでプレーをしていた。2011年にマンチェスターユナイテッドプレミアカップに出場すると、アーセナル、リバプール、チェルシーをはじめ、多くのイングランドのクラブの注目を集めたが、2011年11月に、当時監督を務めていたアレックス・ファーガソンが直接、説得に訪れ、ペレーラはマンチェスターユナイテッドへの加入を決心した。 国際的な遺跡のルールにより、ペレーラが16歳の誕生日を迎える2012年1月1日まで手続きを完了することはできず、また、さらなる複雑な問題が生じたため、4月まで試合に出場することはできなかった。U-18 のチームで初めて試合に出場したのは2012年4月25日に行われたシェフィールドウェンズデー戦であったが、豪雨により、 前半35分にゴールレスドローのまま試合は打ち切りとなった。2012から2013シーズンは U-18 でレギュラーとしてプレーし20試合に出場し5ゴールを挙げた。リザーブチームでも出場機会を得られるようになり2013年1月7日には初めてプロ契約を結んだ。 2013から2014シーズン開幕前のミルクカップにはキャプテンとして出場し U-17 部門に出場したチームの優勝に貢献するとともにペレーラは最優秀選手に選ばれたシーズンは U-18 と U-21 のチームで活躍を続け UEFA ユースリーグにも出場した FA ユースカップでは3試合に出場し 二ゴールを挙げ、U-21 では、リーグの21試合中17試合に出場した。2014から15シーズンのフットボールリーグカップ2回戦の、ミルトン・キーンズ・ドンズ戦に、サイリアンコと交代で後半から出場し、トップチームデビューを果たした。2015年3月15日に行われ、3から0で勝利した、トッテナム・ホットスパー戦に77分から不安またと、 交代で出場し、プレミアリーグデビューを果たした。5月1日に契約を2018年6月まで延長し、リザーブチームにおけるクラブの最優秀選手に選出された。2015から16シーズン、キャピタルワンカップ3回戦のイップスウィッチタウン FC 戦でトップチームでの初得点を挙げた。2016年8月26日、グラナダ CF に レンタル移籍した。35試合5ゴールという成績を残した。2017年9月1日、1年間のレンタルでバレンシア CF に移籍した。2018から19シーズンはユナイテッドに残留し、ジョゼモーリーニョ監督の下開幕戦の先発メンバーに名を連ねた。同年9月には、ロメルル格からの必要なベルギー代表への勧誘を交わし続けて、 年間のブラジル代表に初招集された。2019年7月には、ユナイテッドとの契約を2023年まで延長し、リーグ戦では15試合に出場した。2019から20シーズンはれ、グンナースールシャール監督の信頼を得た他に、前線に怪我人が続出したことで、右サイドを主戦場とした。2020年10月3日、SS ラツヨへのローン遺跡が発表された。 2021年8月20日、CR、フラメンゴへのローン一席が発表された。ブラジル人の父を持ち、ベルギーで生まれたペレーラは2つの国の代表でプレーする資格を有しており、U-17 から U-18 のベルギー代表でプレーしたが、僕は自分がブラジル人だと思っていると述べ、2014年に U-20 ブラジル代表の招集に応じ、 2018年にはフル代表に招集されている。ニュージーランドで開催された 2015FIFAU-20 ワールドカップの決勝では、ペレーラのゴールで同点に追いついたが、延長戦の末1から2で、セルビア代表に敗れた。ありがとうございます。